声かけて、ここに座ってあげてください。で、カバンを落とさなきゃいけないので。じゃあ、野上先生が顔を覗いてて、唾垂らすところから行きます。はい。先生。先生。あと OK、 OK、 監督さん、声大丈夫？自分の笑いが入ったけど大丈夫？ OK、 はい、お前飛んだっけんだよ。寄ってるからもっと近くに行けんなよ。寒いは寒いね。今全然聞いてもらった方がいいかしら。僕もそう思う、笑うしかない。どうすればいいでしょう。お疲れ様でした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 。終わって。みんなのこと一番見なきゃいけないし、見てる役だから、本当5人の頑張ってる時の会話のなんか空気感とか仕草とかすごい見ちゃいますね。サウカめちゃめちゃやっぱフランクな。何でも乗ってくれるったり。何だよその辺がくなってんだよ。ガラケー君。僕の乗り割り軽いんで、すごいいいかな。なんかまだ早いかなって言ってますね。はい、いや強く強くっていう自分のカードを切っていくのがいいことですね。そこが俺が見えてるのはそうなっちゃうんだろうね、真島家はね。おかけ！で偉そうに意見してんじゃねえぞ、なら！ゴシャなんとなく。はい、では間もなくテスト。あ、前から入ってます。結構上の上から。いや、来ましまいした。うん。やるか。頭じゃない。奥様です。はい。やばね。うわ、うまそう。出れんなって、うん、では菅さんは本日移動です。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、父親役ってのは何回かやったことあるんですけど、かなり屈折したこう親子関係というので、悲しい親子関係だけどやっぱそこに愛があるんだろうなと思いましたね。だそれを表現うまくしないとただ暴力的な人になってしまうので、ダメだと思ってもやっぱりやってしまうっていうのを、まあ、息子に正されるってことだから、あ、これはもうやらない。親子関係に決着がついたのかなとは思いましたね。はい、コウタ君のお父さん役をやらせていただいております勝原です。今日クランクインしまして、今日クランクアップいたします。たくさんの方が、劇場に足を運んでくださることを祈っております。よろしくお願いします。あの又吉さん の、 あの原作ということもありますし、お世話になってきたあの池田さんが初監督をされるということで、あの喜んで参加をさせていただきました。とてもすがすがしいお話で、あの出来上がりとても楽しみにしてます。帰ってたんだ、帰ってたんだ。あのたくさんの方に見ていただけるといいなと思います。天橋さん、さん、おらっけー。ありがとうございました。もう皆さんこの後もね、撮影があるので頑張ってくださいね。はい、はあ、完成を楽しみにしています。はい、終わり。お疲れ様でした。